ということでやってきました。こんにちは。ポンコでーす。もう絶対起きてんな、この感じ。はい、てことでさ、そんなことはさておいて、前回の動画で、ポンコはね、全身やけどしてしまいました。後々よく動画を見てみたら、もう本当に全身浴びてたね。でも足はどうだったんだろうと思ったんだけど、まあ足まで包帯巻かれてるってことは、足も火傷したんでしょうね、多分。いや、大丈夫かな、これ。すみ先生。あいつとことん。お、マキが喋ってる。これね、大体ね、ドラマとかアニメとかでもそうなんだけど、相手がさ、気絶してる時とか寝てる時って、結構本音をね、話しやすいですから、マキのね、独り言をね、ちょっと、聞いていきましょう。何を話すのか。もしかしたらなんか本音話すかもしんないし。私はもういいって言ったんだけどな。一度決めたことなんだから、って言われて、今に至る。おう。ってことは、マキ自身は一回断ったことはあったんだ。もういいってことを。私からもう一度、スミ先生に話さなくちゃ。なんかロボットみたいな先生なんだろうね。ポンコ、ごめんね。あの頃私が、ポンコが嫌いだったからって。え、待って、スミ先生来たじゃん。マキ、ポンコちゃんの調子はどう？調子はどうじゃないよ！あんたがこうやってかじれさせたのに。なにそんなに怒っているのよ。あなたがしてって言ったのよ。だけどそんなの今は頼んでないじゃない。それは本当かな？え、なに？頼んでたの？じゃあさっき、私がポンコの近くにいたら何をするのか想像はついてたわよね。あー、でもまあ確かに言いたいことはわかるかも。マキはさ、マキからもスミ先生に頼んであるから、もうスミ先生がポンコの近くにいるってことは何かをするっていう想像はわかるはずだよね。だったらその時に止めるか何か、止めるか何かさ、ほら、ポンコを廊下に連れていくでもいいけど、なんかリーダーポンコおかしくないんじゃないですかっていうふうにも言えたよね。そうすれば守れたかもしんない。だけど、でも私、スミ先生に断ったからもうやらないかと。でも思った？確かに。マキの頼み事はもうやらないつもりよ。だけどね、私自身、ポンコが好きじゃなくってね。どうして？そんなこと。大嫌いだったあなたが一番わかってるんでしょ？私の予想ね。なんで、この、スミ先生とマキは、ポンコのこと、なんでこんなに嫌いなのか。私はね、わかった。なんか、スミ先生ほら、昔めちゃくちゃいじめられてたって言ってたじゃん、学生時代の頃。で、ポンコも実際いじめられてる立場なんだけど、いじめられてんのになんすらのんきなんだっていう。なんであんたはやってもやっても潰れないのっていう。いじめだけじゃなくても、アンチもそうなんだけど、なかなか潰れないっていうのがやっぱ一番ムカつくことだと思うんですよね。やってもやってもこうやって潰れねえじゃん、みたいな。やってもやっても何も変わんないじゃん、みたいな。で、ここ、ボールのようにさ、バウンドしてくるんだろうっていう。そうね。本当にポンコのこと許したの？それでよかったの？うわ、待って！引きずり込もうとしてる、また！ポンコに洗脳されたんじゃないの？ほら？洗脳なんかじゃありません。あ、ポンコ！ポンコ！うわ、帰ってった！舌打ちしながら出てった！私は、マキに絶対好いてもらえるようにとか、いじめられたくないからじゃなくて、どっちにするかは全部マキに任してたよ。ああ、だから洗脳じゃないよってことか。ちゃんと話し合って、こう、ま、いろいろできますから、洗脳っていうのはもういじめんのやめろよ、みたいな。脅してとかさ、いろいろあるけど。でもそういうことはせずに、ほんと自然にね、マキが、やっぱこう、もういじめたくないって思ったりとか、いや、ポンコごめんねっていう素直な気持ちをポンコさん待ってただけだと思うから、洗脳じゃないよね！ほんと、悪いことばっかり言うから、あいつ。ポンコ、それは私が一番わかってる。すっごく悩んだ。どんな顔してポンコに謝ればいいのか、関わればいいのか、ちっともわかんなくて。でもポンコは、そんな私を受け入れてくれた。あんなにひどいことをしたのに。いや、ポンコの器のデカさっすよ、こういうのが。だから今度はポンコを守らせて。うわー、マキー！いや、これよく言うんですよね。アンチを味方にすると強いよって。本当なの？いらないけどね、別に。元アンチだろうが昔アンチしたのはいらねえぞ、私は。マキー、いいよ。まずはさ、スミ先生にもう一度相談してみるよ。でもさ、ダメじゃない？だってさ、マキがそのこと一旦断って分かりましたってなってるわけじゃん。でもなんで今スミ先生がポンコをいじめてるかっていうと、スミ先生自身が嫌いだからさ、
話したところで多分どうにもなんないと思うけど。そうだ、これポンコが眠ってる時に病院から車椅子借りてきた。しばらくは車椅子やないと痛むかなって。うわー、気が利く女の子ね、ありがとう。もう動けそう？うん、大丈夫だよ。あ、じゃあもうあれかな、教室にももう戻るのかな。よかった。じゃあ私はスミ先生に話しに行ってくる。うん。おお、乗りました。よし、じゃあ教室戻ろう。いや、かわいそうだな、全身脱毛じゃねえ、間違えた全身やけど、いや、これはかわいそうだ。だって相当炎に浴びちゃってたもんね、だってポンコね。いや、手も痛いだろうに。でもやっぱ、うわー、ありがとう、押してくれて、ありがとう。仕上がったみたい。いや、でも一番はやっぱ腕なのかなと思う、痛いのは。いや、これみんなびっくりしちゃうんじゃない？いや、後ろから行こう。後ろから後ろから。前から行くとか目立つじゃん。後ろの方がいいよね。うわ、かわいそう。なんか。なんだべ。なんだべ。なんか全身ぐるぐる包帯やばいな。ねえ、ポンコがわざとやったらしいよ。え、チカちゃん？それで自分が一番被害に遭ってるって面白いよね。スミ先生。私好きな先生だから許せないな。うわ、チカちゃんスミ先生好きなんだ。とにかく、スミ先生を傷つけようとした罰だね。違うのに、なんか全然違うのに悪口言われてる。きっと、スミ先生が何かを言ったに違いない。いや、きっとそうだと思うけどね。これワンチャンみんな言ってないだけでさ、なんか言われたい人なんじゃない？タイチくんに聞いてみる？タイチくん、聞いていい？ああ、お前がやったんだろ。え？タイチくん、なんか急に態度が変！こんなんじゃなかったじゃん、今まで！なんかどっちつかずの八方美人みたいな、八方イケメンみたいな、た感じだったじゃん。え？スミ先生、嫌いだったんだな。負けにするならわかるけど、何もされてないスミ先生にするのおかしくないか？来ました！何の状況も知らずに、ただ乗ってるだけの人。これが一番だるいんだよね。これネットとかツイッターとかにはめっちゃいるんだけどさ、別にめっちゃ関係ないじゃん、あんたには。直接なんかあったわけじゃないのに。それなのにさ、なんか、自分があったかもされました、みたいな。で、しかも何も状況を把握してないのに、全部悪くするやつ、憶測で語られるじゃん、大体。これがうち一番立ち悪いと思ってるんだよね。なんだろうね、にわかだよね、にわか。いや、私、スミ先生にも嫌がらせされてた。それに、火をつけて火傷になったのは、スミ先生がわざとやったからなんだよ。誰からそんな嘘聞いたの？みんな言ってるぞ。実際見たって人も。うわ、ってことはなんかチカちゃんじゃないの？だってその班しか知らないよね。その班か、あとはなんか、隣リツオがいたね。うん、リツびっくりしたけど。誰かが広めてんのか、これ。嘘つくなって。大事になってるから嘘ついてるんだろう。なんかやばい。みんな見てる！うわ、なんかスミ先生来た。いたたたたたたた。あ、一年一組に入ってきた。スミ先生、大丈夫ですか？ひどいやけど、ポンコちゃんは、大丈夫でしたか？痛い、痛くない！絶対痛くない！だってさっきだってピンピンだったじゃん、だって。ピンピン話したじゃん、だって。なんで急に包帯ぐるぐる巻きにしてきたの？そんな、やられたらね、ポンコちゃんの心配を。ポンコちゃんは車椅子で移動してました。そうですか。ポンコさんも全身やけどと聞いて少し心配で。やはり、生徒が第一です。ポンコちゃんをよろしくお願いしますね。何言ってんの、お前！うわ、何この先生、怖っ！スミ先生は、本当にお優しいですね。はい、わかりました。うわ、こうやってね、噂はね、こうやってね、広まっていくんですよ。では私は今日、もう帰りますね。お先に失礼します。うわ、帰ってった。お揃いの格好をして。お揃いの格好をしていった。はぁ、あ、作るし。最低だな、マジで！
なんだあの先生、よう思いつくよな、まず、まあ、よう思いつくよな。いや、やば、とことんだらな問題教師だね。ポンコ、ちょっといいか。おさむ先生だ。はい。勝手に申し訳ないが、今回の事件は保護者の方にも連絡させてもらった。放課後、ポンコの保護者は学校に来る。教室で待っていろよ。うわ、マジか！保護者呼ばれた。え、でもさ、こんなのさ、お母さんに話せばさ、伝わるんじゃないの？だって今までいじめられてたことをお母さんが一番知ってるはずだしさ。バカにすんだよ、うちのお母さん。うわ、最悪だ。最悪すぎる。保護者呼ばれちゃったらもう終わりじゃん。これはめっちゃ大事になりそうだな。でも本当のこと話しなさいよ、ポンコ絶対。はい、ってことで今日はですね、ポンコが全身やけどをしたら、スミ先生も全身やけどっていう体でね、来ましたね。いや、次回はですね、ちょっとポンコのお母さんお父さんどっちか、両方来んのかな？ちょっと保護者に電話したってことで、多分また教室でお話しするのかなと思いますので。うわぁ、最悪だな、これ。ってことでまた次回の動画でお会いしましょう。おつぱん！